第36期豊泉越リーグ司会実況の日吉達也です。解説は藤崎聡、内川幸太郎が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第36期豊泉越リーグ第6節シータク3回戦東杯の開始です。第36期豊泉越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャから一つい、ナンチャ猿川、シャーチャ黒沢、ベーチャ古橋の並び、トンの曲ドラはウーマンです。さあ2回戦では復活の一ついと言っていいでしょう。非常に大きなトップを取って本日のトータルも、プラスに転じ、トータルポイントを少しでも回復していきたいところ。さあ内川さん、はい、残り2戦となりますが見どころとしてはいかがでしょうか。そうですね、一ついさんがこれでプラスに転じましたので、はい、まあ、まずは今日プラスで終えたいっていうところでしょうから、うん、あと2戦、はい、どれだけ頑張れるかっていうところと、はい、サッカーさんがですね、伊勢部トップだったんですけど、ちょっと大きめのラスだったので、はい、これ今突っ込んじゃってますか。ちょうどですねダンプさんより下いってるぐらいなんですよね、はい、なんでこのままズルズルいってしまうと、あの本当に今日一筋さんと交代するぐらいまでの可能性あるので、まあ、そこの2人が要注目じゃないですかね。そうですね、このやっぱりトータルポイント下位に沈んでる者同士の争いは本当になんていうかこう見るに耐えないところもまあね、まだあの先長いんですけど、はい、やっぱりあの成績表見ますからね、僕らもやっぱそれによってその一月の過ごし方が変わってくるっていうものですから、はい、やっぱなるべくね、はい、ピンクゾーンにはいたくないですし、初級ゾーンにいたいなっていうのはそうですよね、本音ですよね。血で血を洗うような本当にまさに熾烈を極めるような争いです。俺も最近よく見るもんな、研修表どういう感じで見ますか。一時全く見なかったんですけどね、はいはい、昨日一戦目終わった時は見たくなかったんじゃないですか。あれね、ドキドキしたよ、あの僕はそこそこ貯金持ってたんでまだ良かったんですけど、瀬戸ちゃんがあまりに大きいトップだったん で、はい、でトータルのスコア見たらあれ枠さんの70が高級ボーダーになってるよと、でその上がもう30とかだったんで、はい、そうですよね、あれこれってプラマイゼロ付近まで落ちちゃうと寒いんじゃないのもうみたいなとは思ってましたね、うん、やっぱりこの麻雀という競技の性質上一発でぐるんとひっくり返ってきますからね、うん、そうですね、はい、さあ来たぞ、いい手ですね、ウーソーかなり引っ張ってますよね。イーソー3枚切れが気になってるのかな。なるほど、がしかしここは数万、決めましたねこの形で、ね、まあ嘘がね上に伸びてくればまた別なんでしょうが、うん、ある程度形は決めにいった。リアンソー切っちゃうのも一つ手だったんですけどね、リアンソーの方切りたかったですけどね、うん、あのドラの運はもう何の心配もない。一緒ですか、リッチ行きますか、リッチ行きたいです ね、うん、すね、これはもう順目もいいし、はい、行きます。まあ、ウーマン引いてもね、あのパーマンと取り替えられるとはいえ、うん、イーペコ崩れるのがちょっと不服だったからね、はい、山子ですよ、山子、はい、4000オール山子決めたいですね、一つ井さんとしてはね、正直これ決まったら今日受け決まりぐらいまでいけそうですからね、4000オールクラスかなりこう調子も上がってきてますよね、うん、いやこれ絶対決めたいな、うわー決まりそう、決めるんだ一つ井、これを決めてさらにぐちゃぐちゃにしてくれ。ただ猿川さんもあと1枚引いたらかなり戦えそうですからね。ドラドラだ、いやリーチあるか、ドラドラですもんね、チーピンキューピン、あれあれあれキューピン2枚か、 あるね、5対2、いやでもキューピン2枚って結構強いんじゃないですか。強い、先ほど一つに対して7700の報酬となったフラッシュ、ここ一矢報いたいぞ。いやこれでもなパーピン持ってきたら並前だなきついぞ、ピンピンキューピン1枚減った、くわー怖い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 、うわパーピンがな、パーピンがあと1枚、決着つかずもあるか、いやウーピンまるっといますからね、さっき小山で今パーピンが全部なくなっ
なんだちょっとさっき小山って言いましたけど、ね、ウーピンガさんのパーピンが1の 4,、はい、4枚ですね、まだあるな。うわーフラッシュ大ピンチ、ラサイの9ピン引けるか、ラサイの9ピンをピンチと言っても自分から突っ込みましたからね、ここね。そう勝負として、そう、うん、まさにそう、渦中の栗を拾わずして9ピンが出ないね、出ないね。切るものあるんですか、むむ、ワンチャンス、ワンチャンスだ、ダブルワンチャンス、絞り出しましたね。こう、あー、積もったダース、はい、積もった、渦中の栗を大やけどしながら拾いに行ったぞ。これは神様が期待、その気合に応えてくれた積も上がり。いや、この上下は大きいですね。大きい、まあ、日吉さんの声ぐらい大きい。今日一の声出ましたからね。いやー、今のは燃えたね。日本中燃えたね。すいません、耳が痛いです。まあ、ただ、一つ井さんファンはもう、がっくりだね。わかる。うん。5対1だからね。そう。それが、それがね。で、値段も同等でしょ？てか、むしろ上回ってる。上回ってる。ピンピン6だものね。はい、いやー。麻雀って面白いね。面白いですね。あれ泥引きじゃなかったらいけなかったでしょうからね。いけないでしょうね、26じゃ。26ではいけなかったでしょうからね。まあ、もしくはプラスさんがまだ今プラマイゼロ付近だから思い切っていけるけど、はい、これがマイナス30だったらなかなかリーチいけないですよね。いけないね、うん、そうだね。うわドラドラだ。いやー、さあ横目にクロワッサンっていいですね。いや今の別に特に、あ、なんか随分落ち着いたなと思う。なんか締めに入ったのかな。今日締めに入ろうとしてまだ折り、まだ折り返したところですよ。来た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 、6戦オールのいいシャンテン。6戦オールはないですね。あ、なんちゃでしたね。子供です。そもそもの子供。落ち着いて失礼しました。そもそもピンフですらないから。5人からです。いやー、燃えてきたぞ、今日も。いいなぁ、戦ってんだなぁ。これさすがにドラドラだから、リャンマンとか引いて崩すとかないよね。これなら、これは渡る、これは渡る。年本チートでもいいもん。これは俺でも正直切りますね。受け入れ枚数ほぼ同等ですからね。これなら、もっとあるか、闇点ありますか、白難引いて、リャンパンが。白難引いて、いや普通の人はあるけど黒沢さんですからね。そこはどうしたものか。うん、まあとりあえずね、とりあえずのローマン1万2000の天敗だけどね。ローマンって山さんなんですよ。山さん相撲倍が山さん、あ、山になんですよ。場に1枚出てましたね。はい、このまま積もるもありますね。このまま積もってさっくり4000、8000って言われるの。ちなみに白はポンだと思います、はい、ありがとうございます。先回りありがとうございます。白ポンするよね。だってウーワンが全枯れになってるんですね。今ウーワン 2枚見えてるので。あ、なるほど、そっか。じゃあしないもあるのか。シャータンキは振り点、いやけど何ポンは1万2000になりますよね。うーん、白ポンはどうだ。1枚目はするかな。じゃあうん2枚目どうすんのかなみたいな感じ。ウーマンがそっか4枚見えてるから、チーマンも3枚見えてる。うわー、これはリャンパワンでしょ。リャンパワンだ。だって今のままチーマンギルギマリでリーチするかどうかですよね。あー、打つ打つ打つ、打たない。え、なんでだろうね。え、誰の現物パワーワンって。ただ黒沢さん、黒沢本一っぽいですよ。いや、本一っぽいっていうのもあるけど、親の猿川さん、あ、けど E ピンも現物か。あ、これパワーワンだ、さすがに。いや、打たないんじゃないの。ああ、打つんだ。打ったか。なんか、ど高めいった。ちょっとあれだね、あの、フラッシュさん、やっぱりそうかみたいな切り方で、まあ、覚悟の上での報酬という感じはしましたが、その代償があまりにもでかかった。そうです、ね、ドラ色の面本、高めのイーペイコーで決めた黒沢、面本イーペイコー、薬杯ドラドラ1万2000。せっかく一ついに競り勝ったのに、悲しい、ね、返しちゃったね。悲しい、色付けて返しちゃった。色付けて返しちゃった。返す先違うけど、まあ一巡止めただけでも大したもんですけどね。そうしましょう。まああのチーズパートね、両面払いからのなんで、いかにもあロンって言われれば面本っぽいですけどね。はい、1万点本持ちたくなりますね。
悲しすぎる。やっぱこの同期2人は、うん、やはり何度もこうやり合ってて、うん、はい、うん、まあ、しかもタイプ的に似てますからね、高打点を追うタイプなので、はい、ただあの 昔はね、あの黒沢さんというとあのメインホンでリーチ行くのが結構有名な人だったんですけど、最近見ないですね、あんまりね。なるほど、 A2 でそれやって大変なことになると闇点を覚えた昔なんだっけかな、あのメインホンのテンパイを、はい、三面ちゃんに取らずにダブトンとなんかのシャンポンに受けてリーチしてダブトン一発ずつ持って伸びたことありますから、8000オールぐらいだったってことですね、はぁーみたいなさようですかみたいな、ハネマン、まあ、ハネマン確定の三面ちゃんよりシャンポンの倍マンみたいなしかも確かあのあのトンツもらうんだったらリーチいらなかったですねみたいなそんなんでしたね確かさあ本日は第36期鳳仙越リーグ第6節 C 卓3回戦の模様をただいまご覧いただいております。まもなく時間もねそろそろ皆さん帰宅されてね、視聴がね視聴率もどんどん伸び上がってくるって時間帯ですから、あれ締めに入ってる、違います、違う、本日も皆さんお仕事お疲れ様ですと。なるほどね、ちょっとね雨に帰ってきたあたりだから、はい、ちょっとここ2曲絶叫したもんであれ喉休めにいやー、しかしすごいな、この3回戦になってもこの高打点の乱舞というか乱打戦ですね、うん、嘘でしょ、いやー高くなるね、スーピンスーピン乗ってきましたね、乗ってきましたね、乗ってきましたね、ついに男子でも両手じゃないと持ち上げられない大きな剣を片手で振り回し始めましたよさっきちょうどあのご飯を食べられたので、はい、そうなんですね、エネルギー補給済みだと思われます、うん、力もつけて、黒沢さん結構ねあの対局の合間にあの食事取られて、うん、きちんと取るんですよ、ね、うん、プレイヤーなんですね、何回か、うん、うなぎ食ってるんですよね大体、セレブですからね、羨ましいね、土曜の牛の日でもねえのにうなぎ食う人なんているんですね、の中に、うなぎの弁当をちょいちょい持ってきてるのは黒沢さんしか見たことないですねもう1年以上食ってないよね、気をつけるな涙、違う意味で涙が出てきました違う涙が今日は何食べたか分かんないですけどね、牛タンかうなぎが一番多いですね、やっぱね、だんだんムカついてきましたさあ一つ黒沢、ただこのシャンポン固定がちょっと重いんですよね、ウーピンなくてペイが1枚しかない、うん、さらにローピンを引いてテンパイを逃す格好にはなっています、うん、その隙を縫って今古橋がいい形のいいシャンテン、うん、そして一つにも迫ってきた、まあ、まあまあそれが普通なので当然そういうのは織り込み済みでやってるんでしょうけど、うん、はい、ね、普通なんか数ンコを見るにしてもチュンを打っといて、うん、サブローピン引いたら一旦崩すみたいなね、うん、あの9万10万払っていくみたいなのが普通ですよね、数ンコを見るにしてもね、まあ、チュンを重ねた方が高いでしょってことですよね、うん、サルカーの仕掛けなんですけど、はい、これ何ですか、これは次移りますね、今3ピンをポンしましたね、サルカはペーチャトンバです、そうですね、まあ、トンかペーですね、後付け、はい、向けみたいな、トンかペーですね、トンかペー重ねてのシャンポン待ちであがろうと、はいはい、うん、で安全牌はシャーがあると、うんうんうん、まあ、しかもねローピンスッとつもみったんで K 点狙いではないですから、うん、そうですね、まあ、ちょっと軽点狙うのは順目が早いってことなんでしょうね、うん、さあこの仕掛けを見てややちょっと手が止まったのが古橋、6球満振り点でドラがウーマンですからチーマンを持っておく理由はそっかポン出しローマンってことか、うん、ちょっとうーそーめちゃくちゃ受けさせられてないこれ、っていうかパーマンって何、え理屈トイトイがない、うん、あトイトイがない確かに、うん、C1 だとトイトイ、トイトイに打ってしまう、まああとは三万がない休め打ちみたいな感じですね、ウッパーワンだった場合とか、うん、
あ、そっか、3万が一応3枚切れてるから、まあ、カンローマンに固定してもっていう、カンローマンでもそんなに見劣りはしないだろうと、うん、ああ、一つ風呂のトンも相当切りづらいですね。いや、猿川さんのまだあの、ね、うわー、これは効いてますね。いや、もう本当にまだ転売すらできそうも、あれ数万超えちゃって9万は手にはない、ウーピンはない、バニ2枚だ。 あ、バニ2枚、ウーピンがないですからね。うん、うはー、あー、もうダメだこれ、トンもペイも引かされちゃって。こういうのがモンキーマジックですか。これはそうでしょうね、アリューの裏モンキーマジック炸裂、いやー、フラッシュプロがもう一番のチャンス手だったんだけどね、はい、圧倒的チャンス手に見えましたね。完全に3ピンのポンだけで下ろされちゃいましたね。 うわー、ここは一発使ってきたぞ。使ってきましたね。はい、一つにも目いっぱいに受けることができなかった。三ピンポンとかね、パッと見た感じ意味が分かんないもんな。ドラ重なりだが、まあ、これでもう間違いなくチートイドラドラは転売してますよね。そうですね。パーワン、パーワンでしたからね。チーマンつもぎりしかほぼない形でしたからね。まあ、瞬間ロウソウ短期の借り手になってるってことですね。ほう、すごいね、これは。なんというトリッキーな仕掛けから、三者ともにおろ、うん、まあ二人ですね、うん、チャンス手の古橋、そしてまあ一つ芋目一あ、テンパイ取れた。入った。これ打つか。ポン1枚なら押すんじゃないですかね。まだテン…うわ、いけない。停止して。これでトンかベイヒー、敵取りテンパイとか取った日にはたまんないよね。いやー、サルカの主張が通り過ぎた。なんだこれ。うわー、いや、サルカとして今ちょっと、ドヤ脳天宣言しましたもんね。いやいや、俺脳天みたいな。いや、本当は開きたいですよ。全員脳天で言ってるんですから、ね、3000もらえれば。うーわー、トンもペンもいたからね。あれで一人だけテンパってたらたまんないよね。たまんない、ね、まあ、ただトン引いてペイ切ればね、黒沢さんにもテンパ入っちゃうからですけど、はい、ペイ引いたら一人テンパだからね。そうですね、さあ、トンの4曲、親は変わって古橋、トンの1曲では一つ一との親とのリーチ合戦、5対1の劣勢を跳ね返しての23,900のつも上がりも、次局黒沢に対して痛恨の面本の12,000宝珠。大丈夫、苦情来ないですか。流局を挟んで迎えた親番どうでしょう。4対1でしたよね。最後、そうだ、5対2で始まったんですよね。今ドラドラですよ。おお、9ピン、先ほどの9ピン、そして屈辱の猿川に対して頭を下げた格好になった。まあ、ただそれは分かんないよね。あの、トンとか掴んでましたから。そうですね、まあ、切ったら多分ポンだったんだろうなぐらいのイメージはあると思うんで、ね、そう言って今自分を落ち着かせてますね。うん、あそこは切るべきじゃないと、俺はこれを切るプレイヤーじゃないんだと。さあ、イシャンテンだ。これはダイレクトに、そっかそっか、数層が普通ですか。三色はなかなかなんないもんね、強引に行かないとね。うん、まあ、ジャンと振り替わりの6球走とサブローピンになるのがベストかな。サルカ初はあんこにしたぞ。また仕掛けますかね、これ。ちょっとあのリズム的になんか仕掛けそうな気がする。ああいうモンキーマジックもあるんだね。いやー、すごかったですね。関数マン取りますか、これは。ダイレクトのテンパイ取ります、関数マン役割のテンパイ。そうですね、崩すにしても何で崩すかちょっと選択難しいんで、うん、まあ、だったら一緒のこと、取っちまえと。役割テンパイですからね。さあ、フラッシュドラドラのチャンスだぞ。ただすでにテンパイしてるのは関数マンの一つ、目いっぱいに受ける。これはポンテンだと数万が豊潤になるが、この形になったら面前でも十分戦えそうではあります。面前にしたいですよね、役早あんこのドラ1個ですから。はい、運満寄せたんで今回はドラ1個で泣く気なしですか。打点があるので泣かないってことですか。がしかし一つい、つもいいペイコー500戦のつも上がり、うん、古橋猿川の静岡ラインの勝負手をいっぺんに潰していきました。ここは一つい2回戦からですね、はい、上がりもついてくるようになりましたからね。まあ、本人は知る由もないですけど、はい、ね、他のチャンスで潰してて、すごい大きい上がりですよね。はい、
猿川さんとしたら苦しいですよね、今の手潰されちゃうと。行きたかったですよね、うん、全局の絡みもありますし、ちょっと気分的にはよく、はい、迎えていたとは思うんですが、まあでも知る由もないっていうのは麻雀大事ですよね。知る由もないっていうのは大事ですね、うん、あの当局のメンタンピンペコね、残り枚数知ってたらもうげんなりだもんね。もうタコひっくり返して帰りたくなる、間違いないです。無理って今日は無理っす、ね、間違いないです。あんな急ピンにやられたらですね。ギブ、うん、お、古橋1枚目の箱からポンダ、珍しい。この形でも泣かないのが古橋流ですもんね。1枚目はほぼ泣かないですけどね、はい、ということはちょっと出来の悪さを2回戦で一つにちょっと無理めな仕掛けあったじゃないですか。はい、はい、そういう、まあ、全く同じとはじゃないとは思うんですけど、ちょっと意味合いとしては似てるかもしれないですね、うん、あ、ピンズで被し合う、仲良すぎる。ピンズで寄せ合うぞこの人たち。ただ猿川さんのは寄せるつもりがあんまりなさそうでしたよ。今シャー切りましたね、ということはどちらかというとここは一つの親にやっぱりそのトータルポイントも加味して、うん、そうですね、やっぱ下にいてもらいたいって気持ちが強いんですかね。うん、今日やっぱりね、一つプロにブレイクされるのが怖いですよね。3人とも嫌ですからね、一番ね、はい、その一つには自家製のトンが統一になっている、はい、あ、ただ黒沢さんからするともうプラス域に入ってきてるので、はい、あんまり気にならないですか。お、上しか見てないかもしれないね、もう性格、性格的にもね。黒沢が上見出したら怖いですよ。A2 上位陣これはね、見たいね。内川さんどうですか、はいはいはい、黒沢がだんだんこう今プラス域に転じて、残り、まあ、5節ぐらいをこの感じで戦ってくるわけですよ。まあ、今日に限って言ったら、はい、正直なんか黒沢さんが全員から50ずつ買ってもらっても。なるほどね、意味が分かった。、その心は、いや、高級をまず決めない。そういうことだね。てか正直僕のポジションってまだそんな、はい、うん、あの昇級争いのポジションにはいますけど、はい、そんな大手を振ってね、うん、あのもちろん上見てますけどね、大手を振って、おお俺内川だとっていうところではないですよ。、はい、やっぱ3節沈んでもいるので、であれば下がこう厳しくなってしまうのも、うん、はい、あ、ごめんなさい、下が厳しくなってくれるのは内川さんにとっては、まあ、いい、まあ、追い風の一つとも言える。まあそうですね、ですね、そっちの方がはっきり言って伸び伸び、あの、うん、上だけを見てやれるので、まあ、ここでいろんな絡みがあるわけですね、うん、そうですね、誰かが浮いたら誰かが沈むゲームですから、うん、まあ、今日も誰か勝ってほしいとかっていうのも全くないですし。あ、なるほど、隣のイケメンがダンプに見えてきた、だんだんね。ダンプさんはけどね、先日ダブル RC とね、はい、自分で自虐的に言ってましたね、ますますフラグが立っちゃいましたみたいな。なんかタイトル取るとその年落ちるみたいな、うん、うん、なんか不思議ですよね、リーグ戦、ね、そういえば去年10段取ってね、落ちた方いらっしゃいましたもんね。まあ、10段取れるんだったら1年ぐらい定番お休みしてもいいかなって思いましたよ。なるほど、背に腹は変えられねえと。けどね、ここでもし今年朝日は一緒ですね、10段戦、はい、ここで今年10段取れて、はい、B1 に落ちてもいいかって言われるとそれはちょっと嫌ですね。究極の選択になってくるので。さあ、一つドラドラテンパイですよ。ペンチーピン、地風のトンのポン、いやー結局2人ともテンパイできないまま一つが最初のテンパイですよ。黒沢さんチーピン危ない可能性あるね。あ、出てもおかしくないですね。うーん、ピン、うわー、ちょっと気合い入ってる。しかし猿川さんがこの形から長いですね。長い。さあ黒沢テンパイですが、変化があると怖いぞ。まあ、ローピン引きなら助かりますからね。ただ古橋プロもいるんでね、はい、ピンズ勝負するかどうかは分かんないですけど。なんかリーチって言ってますね。そうだね、切り方と積もり方が完全にこれ今カメラを忘れてますもんね。普段やってる麻雀になってますもんね。うん、この手はまあ確かにね、上がると原点戻れますし、非常に大事な一局ですよ。ただ古橋が追いついているパーピンとなのシャンポン待ちだ。これチーピン引いたら激痛だよね。いや痛いですよ、上がり牌が補充牌ですからね。まあさすがにイピンとかやると思いますけど、うん、はい、と思いますけどね。チーピンはあと1枚ですね、はい、パーピンが何がだって2山パーピンも1枚ある。何の分強そうな、うわ変えた。ドラは1枚いる。
いる。ある。いる。増えた。同じ1枚から1枚だよね。11か。うわー、なんだこれは。打点が違う。打点が一つ気合いの4000オール来ました。トンドラさん4000オールの上がり。これはトン一局の枚数で敗れた一つ一局、はい、ここは逆に古橋の追手を振り払っての4000オール。いや、これ一番来てるのは猿川さんですよ。確かに確かに。そう、変わったんじゃない今。変わったかもしれないですね。あー、本当ですか。今のスコアで多分変わってますよ。うん、これは最高に怖いね。しかも仕掛け出しがね、はい、圧倒的に速くて追いついて追い越されて打点も、ね、打点も全然違いましたからね。ちょっといい感じには捉えられないですよね。なるほど。ここはちょっとなんか先ほどのね3ピンポンでしてやったりだっただけに、はい、気分は悪かろうはずないんですが、今の曲はあれを帳消しにしてしまうほどの一対の強烈な上がりが、うん、発生しました。まあ、仕掛けが多い人っていうのは、まあ、両方織り込み済みじゃなきゃ仕方がないですよね。その動きが悪い方に出た時のパターンと、はい、いい方に出た時のパターンと、やっぱ心強くないとなかなか泣けないですよね。うん、古川さんなんてめちゃくちゃ心強いですよね。そうですね。おそらく何も感じてないんでしょうね。うん、おそらく何も感じてませんよね。おそらくもうあの本能の赴くまで今日もなんかね、巣鴨道場で健康麻雀のゲスト入ってました、はい、大盛況だったみたいですね。日吉さんちょうどいたらしいですけど、いました、はい、普段通り、はい、日吉くん、麻雀はいつも通り打っていいんだよね、普通に打っていいんだよね、大丈夫ですよ、隣の宅で麻雀やってたんですよ。2巡目に初ポンしました。健康麻雀で、健康麻雀で古川さんのファンの A1 の力を、ガリガリの麻雀で、ガリガリの A1 を打ってましたか。さすがです。さすがでした、はい。さあ一ついいシャンテンですよ。両面両面のドライチ、ここももう一気に攻め立てたい。黒沢寛さんまま絶好、はい、ただあー古橋もドラ来た、うん、ただスピード感では圧倒的な一つい、はい、これ現状のポイントで終わると、うん、なんかね、まあ瞬間ですけどね、はい、あの猿ちゃんがピンクゾーンに合流して、あのピンクゾーンの4人がね、はい、3ポイントぐらいの間に入ってますね。みんなもちろんあのボーダーは上がってますよね。ボーダーは変わらないのかな。上がってるとか下がってはいますよね。あのダンプが上に上がってますね。そうですね、まあ上がってるといえば上がってるけど、怖より怖くはなってますね。最下位っていう点を考えると、はい、あの近くなってるんですよね。そうですね、うん、はい、猿川この形関連マン注意してます。白の後付けと1、2、3ということですか。いやちょっとなりふり構わず、そうですね、この矢だけは、ただ来ますよ。一つ完全イシャンテンからドラ1の両面が確定している形。いや完全に今日は一つ井さんの日になりつつありますね。今なりつつありますよ。なんかもう手つきが違うもんですね。ねえ、もう、うん、ちょっと初戦はね、あの何ですか、むしゃぶるいじゃないですけど、はい、手が震えるような場面も見れたんですけどね。今もう完全に対局入ってますから ね、あのメジャーリーガーのバットスイングになってますね。本当です ね、ブーンと自信持って振ってますから。どこまで飛ばすね。一つ言はさっきあの1回戦の休憩時間ちょっと控え室が空いてたんで少し見えたんですけど、中が、はい、あのテーブルに肘をついて頭もう顔を覆ってたんですよ、顔面を、はいはい、両手で、はい、やべえぞみたいな。いやー来ましたよイースーマン、さっき2回戦の休憩中もちらっと見えたら、腰に手当ててコーヒー飲んでました。すげえ別人じゃないですか。1回戦、まあ、確かに1回戦のオーラスって激アツの、ね、はい、横移動でしたからね。そうですよ、ね、6000オールのリーチがね、空振って両手でね、闇点だったかーみたいな頭抱えてましたからね、はい、それが今ではもうコーヒー飲んで風呂上がり、はい、さあ天杯いった白春しましたね。白春3山、あ2山だ、11さ
サンピン強いな。サルカーさんも本当心が強いですね。大本命の一つですもんね。いや、またぎですよ。宣言杯数ピンですよ、はい、しかもリャンピン切って数ピンですからね。ほぼほぼ関連しますから。いや、ただ一つプロも押せ押せですからね、はい、これはかわされたくないね。結構残ってるもんね。残ってます。あ、出た出た、天敗だ、うん、天敗の古橋から仕留めた猿川。白ドラ1、2000点はもう点数以上の価値のある上がり。イースマン多分5山とかですよね。あ、4山かな、4山かな、うん、いや、バッチンバッチンですね。バッチンバッチン、全員がベタ足でもう顎突き出しながらボクシングやってますね、これ。打てるもんなら打ってこいと。黒沢さんだけマイペースじゃないですか。そういう意味では決めてますもの、うん、気持ちいいところで気持ちいい手をね、パシッパシッと決めてるから、男の子たちって元気ねって思ってやってますよ、きっと。出てあのセレブが殴り合いするわけないですからね、うん、あ、そうですね、ひらひらとね、崖の上で戦い見てる感じですよ。確かに、うん、勝った人が上がっておいで。あ、なるほど。かもしれない。そうです。本当にそうかもしれない。エネルギー使ってないですもんね、うん。でそろそろ入りますよ、やっとね、気持ちいい。で、展望守られてますもんね、はい、横移動で、うん、さあ、ドラは何、親の猿川一メンツできているが形はまだ厳しいと言っていいでしょう。こちらが黒沢です、はい、まあ、ただね、あの3人の気迫にちょっとフラッシュプロが押されてる感じしますね。トータルポイントで言ったら一番まだ余裕があるんですけどね、はい、やっぱりちょっと守りたい気持ちの人と、うん、あとがない、もう上にしか行く しかねえんだっていう追う側と追われる側の心理にやっぱ似てきちゃってますね、はい、ただ頑張って奮い立たせて戦ってはいるんですけど、はい、それが少しバランスが崩れてしまってるのかな、まあ、守りに入ったら負けるっていうのはね、はい、古橋さんも十分知ってると思うので、うん、奮い立たせてるんですけど、はい、そのやり方は難しいですよね。難しいですね、うん、まあ、どっかでバランスだけは取んなきゃないですからね、うん、まあ、自分のスタイルでバランス取るしかないですからね、はい、そうですね、だから自分のスタイルで打つのが一番大切なことっていうふうになるんですよね。メンタルバランスはやっぱりそこが一番ベストなので、はい、うん、だからあのなんて何ですか、うん、あの一つプロがドラ積もってね、4セオル積もった曲もね、はい、フラッシュプロがちょっとあの自分の配線の悪さから、うん、いつものスタイル曲げて1枚目泣いてテンパイまで行ったじゃないですか、うん、はい、あの漫画のテンパイまで行ったからいいやって考える人と、はい、まあ、あの仕掛けで4セオル生んじゃったなって考える人と、やっぱりね、人それぞれなんで、やっぱりね、はい、なんかすげえめちゃくちゃいい話ですね。いや、普段からそうして、うん、そういう風にやってる人は何とも感じないんですけど、うん、泣いたことない人がね、やっぱりやったりとか、うん、下手したら上がっても合ってたのっていう風になる時もありますからね、うんうん、そうですね。だからあの、まあ、あの悪く出なければ全然あれなんですけど、うん、本当にちょっとひねってね、普段のスタイルちょっと外して打った時に悪い結果出た時ってやっぱ考えますよね、うん、あの後悔っていうのとまたちょっと違うんですけど、うん、どうだったんだろうっていう、うん、そうですね、疑心暗鬼みたいな、ね、にはどうしてもねなりますよね。ほら、たまには解説みたいなこと言う、うん、今すごくね、聞き入っちゃいました。やっぱそういう心の部分っていうのはこう、うん、藤崎さんみたいに、はい、あのまあ長年の経験と、経験って大事ですよね。あと藤崎さん特に揺れない人なので、うん、すごく聞いてて勉強になります。そうですね、揺れてはいるんですけど、揺れを出さないように、あと揺れの幅を、まあ、狭くというか、ただあの連続で同じ失敗はしないようにとはやるんで、うん、はい、あのまあ、仕掛けた俺がでひどい目に遭った時は次の曲はね、相手泣かなかったりとか、うん、そういうのは意識しますよね、まあ、それが正解かどうかは僕も分かんないですけど、はい、猿川さん仕掛けましたね。ダブ、あ、ごめんなさい、うん、ドラバックが統一なんですよね、うん、そして四五郎の三色タンヤオブクミのイーシャンテンの黒沢から今難が出そうなんですよ。一つ井天杯イースーソーは役なしは闇天、神茶ですからね、親の、うん、もちろんリーチもありますよね、でおそらくあれはタンヤの仕掛けには見えてないんでしょうね。うわ、これ何キル、あ、9、あ、チーソーか、これね、
全然順に嘘を払ってるんですよね。ドラの何の時ですね、目いっぱいに構えずに三色含みだったんですが、ここで切った、これは猿川待ち焦がれたドラの何、これを上がれば復活の兆しとなる、なるが、いや黒沢さんも頑張りましたね。これはどっちか選んで切りそう、チーソー切り、まあ、怖いところ、すごい、ね、怖いところです。すごいっすねこのチーソー。まあ一応嘘ワンチャンスだけど、一応ワンチャンスだけど、一番嘘を持ってそうな人ですからね、うん、一旦闇手に構えちゃって、一つプロはもう戦えないですね。もう無理ですね。さあ、サブローソー対6球満、この押しに神様が応えるか、それとも劣勢の猿川に挽回のチャンスか。古橋、ここは丁寧に受けたい。ウーピン切り、うわ、どっち強いのかな。椅子外もるか、積もれない。パーワン、これは押せない、うん、っていうか、いや、これ三層は、三層は、三層は黒沢、待ち構えていた黒沢です。まあこれはなんか1回戦の猿川さんが打ったやつの逆バージョンみたいな感じですよね、はい、これは一辻さんとしたら、あ、助かったっていう報酬なので、うそうですね、あの日の借りをここで返す格好になりましたねあの時は猿川が打って古橋が上がり、一対の一人沈みでした、はい、リャンペイコーがね、はい、この曲は一対が放銃して猿川の4000オール、あるいは1万1600は水の泡と消えてしまった。正直このルールだと、まあ、脳天罰1500として2人転敗で、はい、もう4000オール引かれるよね。よっぽど1300とかの放銃がもうどうぞと、一曲通行料、うん、しかもドラポンの上ですからね、仕方がないものだと思ってるので、全く問題ないですね。15の補充は、13はこれ今、まああのたられば言ってもしょうがないですけど、はい、もし一つプロが強気にリーチってたら、どんな曲になってたんでしょうね。いや、どうなんですかね、そもそも何が打たれたのかっていう、高いですね。おっと、来たぞ、逆満州。じゃあちょっと静かにしますか。これはね、来たね。あ、しかも全部泣けるんじゃない、これ。あ、シャアは泣けた。で、うん、ペイなんですよね。ペイ誰も持ってない。ね、ペイ誰も。で、トンナンが割れてる。トンナンが割れてる。ただ、おたかぜのシャーポンですよ。あ、ペイ切れちゃった。あと1枚。ペイは入ってない。入ってないか。入ってない。ただ、基本サルちゃんはね、仕掛けが多いタイプでもあるので、はい、全然まだ少数紙とかは。ケアされないですよね。でも古橋も自敗いっぱいも切らないぐらいの構えにしませんでした今。でも形いいからな、手が進めば押し出されてはいくか。いや、ただ捨て合いがちょっと地味すぎて逆に怖いね、お高瀬ポンでね。そうですね、ちょっと得体が知れないですよね得体が知れない、何でもありそう。ドラ、これドラ、うん、これはね、これ打つしかないよな。少しでも派手にしといた方がいいですよ。なんか逆になんか捨て合い地味だと怖いもん、逆にねうわー、急走3枚並んだ。あの厄介ポインした時はね、地味にした方がもちろんいいでしょうけど、ね、そうですね。さあ、山にはペイが1枚、なんとトーンは黒沢と古橋に1枚ずつが、ちょっと出てくる雰囲気がない。なんかペイ重ねたい。古橋は何も切らないね、あれね。なんかそんな構えですよね。ってことは何は、ただこれ初チューンは切れたんですよ。うん、ただ何が、何が切れてない、どうするか、うん、ギリギリまでは出るかな。何は切らないにしても、そうですね、はい、通ったら切る構えにしておきたいですよね。手の形はさほど悪くはないんですが、ただもう6球ともこの形で振り点だしな。古橋さんの受けがすごいな。しかしあの1万2000打ってからですよね、ガッチガチですよね、この3曲。まあ、サルちゃんはよく知ってるでしょうからね、古橋プロね。なんかの本、どっかの本一だとは思ってるんでしょうけど、何色かさっぱり分かんないもんね、あれじゃね。分からんすね。でドラポンも入る、ドラムキっていうかドラドラトイトイもないし、はい、ちょっと怖すぎますか、やっぱり仕掛け自体が。まあまず少数紙疑うんじゃないですかね。ペイが、まあ、ステハイヤー2枚出ている状況ですね。でドラを2枚打ってるので、ソーズの本一が一番可能性低いのかなみたいなね。っていうことでフラッシュプロはチーソーに手かけましたよね。あ、これを握り、いや、切っちゃうあるな。切っちゃう方がいいですね、見せちゃう方が。そうですね、これで
あ、見せない方がいいのかな。見せないでやらせる。どっちがいいですか。自分の手が上がり目なさそうなら見せない方がいいですか。隠すのも一つの手だしね。ただ見せておいた後の猿川プロの動きの方が何やってるかは分かりやすいと思うんでね。まあ隠したところでテンパイ取られる可能性はありますもんね。ペイ切っちゃうパターンも。これで手から2枚切れのペイが出てくるわけですもんね。3枚切れですね。3切れです、はい、あ、ごめんなさい、今となっては3枚切れのペイが、だからペン3腕が入った後にペイ切りだとちょっとトンナンはほぼ打たのつま上がり勝負でしょうね、はい、逆にトンナンの方のペン3腕テンパイは結構上がり目あると思いますよ、はい、まあ、少数紙の含みがあったんだなという感じで、いや3腕浮いてるよ、浮いてますね。ナンがまだ山一、山一トンも山一、うん、黒沢さんのトンはなんでペイが全部見えたんでね、だいぶ切りやすくはなったはずですけど、何、うん、の方はさすがに切りづらいね。そうですね、もう残ってる薬牌が何だけですか、うん、白髪も全部出てますね、確かに、まあ気持ち悪いのだけは確かだね、はい気持ち悪いですね本一にまあ本当に見えないですからね、捨て牌とつもぎり多すぎて、うん、しかも絶対にちゃんたではないしな、トイトイにしてはドラ切り早いしな、みたいな。3巡目のパワー1手出しからずっとつもぎりですもんね。パワー1もつもぎりなんですよね。だから9ピン9万だけ手出しで あとは全部つもぎってるんですよね。うん、やはりこの仕掛けは三者の警戒度がかなり上がったか、うん、いやー、しかし猿川さんの仕掛けめっちゃ受けられますね。あ、これはトンは最後に切る気ありますね。側転を伸ばしていこうという黒沢。これ単ヤオ三色ドラドラじゃない。本当だ、1本セロペがあるな。ドラドラか、ドラドラか、まあ、ドラはね、2枚切られた後に重なったんですけど、あれ逆にピンチされちゃう。いやー、これそうですね、そうですね、小気味よく切ってたら危ないですよ。結構危ないですよ。ただ想像の中ほどの牌がかなり数層値かけてないんで、ペン3万、うん、いやこのタイミングだったら上がれるかな。うわ、なんだトンポンしそうだね。切らないかな、両方は。もういや切るでしょ。ダイミングしなし。ということは何も切るってことか。いや、ただトンはお高手なんで、トンの方を切って誰も合わせないと何はやっぱり打たない。あ、なるほど、っていうのあると思うんですよね。いや、黒沢さんも来てるのでこれ受けますよ ね、 ね。何切りゃいいんだってことですね、これでも。いや、何切ったらいいんですか。まあ、本当にさ、そう、猿川プロが何色のパイが欲しいのか分かんない。あ、チーテンだ。チーテン何を切って、しかもこれポンは下、うん、トン切りかな。町はトン切りだな。ペン3万、うん、うわ、いったいったって。分かんないよく色が、うん、色は全然分からないですよね。ま、もうもう普通の両面読みするしかないですよね、手配構成で。サブロワンとかイースワンとかだけど、イースワン行きましたからね、うん、まあそりゃそうか、親でピンピン6テンパですもんね。ペン3万ってこれ何枚あるんだ。2山2枚かな。スッチースはおそらく1枚ありますね、うん。あ、1枚来た、うん、うわ、食い流した自分で。あ、違うか、うん、どうだ、よくわかんねえ。うん、そうですね。そうだ、何本しなきゃ積もってた。これで流局、うん、何の3局は黒沢猿川の2人天杯で流局でした。いや、猿川役満チャンスの後輩杯でしたが、天杯までと、うん、いう結果となりました。こっそり黒沢さんもおっかないって入れてましたけど、黒沢さんのトンとナンの切りはもう親満球だよね、多分ね。間違いないでしょうね、うん、もう2分の1ぐらいの牌ですからね、うん、トンとナンって。それを両方2分の1を2つ切ったら2分の2ですよ、うんうん、まあそうですね、うん、ま、待ちになってるのがそもそも2分の1以上ありそうですから、うん、まあ、大体ナンコの
どっかで待ってるみたいな読みだとは思うんですけど、ただ論でおかしくないですからね、おかしくないですね、飛んで打ったらまあシャンポンに当たりそうですし、飛んのが当たりそうですよね、なんとなく。その時はなんかなあんこだよね多分ね、大概は飛んで論って言われるよね、さあ一つ糸と猿川が後輩パイですよ、一つ糸の中でいいペーコー出来上がってます、本当だ。そして両面両面サルカーは自家製のペーが統一でドラメンツができている、これも本一いきそうですね、うんうんうん、これは少数紙は無理ですか、無理だね、ちょっと無理ですかね、はい、さっきので無理ならこれはだいぶ無理そうですよねなるほどね、いいシャンテン、これポンしていきますか、ポンして取らずポンしていいマンでしょうね、取らずでしょう、うん、取らずまたかよと、しかし黒沢君今回は厄介柄なんでね、はい、さっきとはだいぶ印象違いますね、捨て牌は本当普通なのでは、いや、み、いいシャンテンか、うわドラが3枚あるから、ヤンウソウケがいいね、ヤンウソにしたいね、ローソウチーソー、あーチーソーがない、えローソーがない、あらら意外とそれだとなんか意外とない、じゃあウッパーソーが若干いいのかな、じゃあ嘘引きで選択ですか、うん、まあ、リャンズ引くと選択がなくていいんじゃないですか、ローソーチーズハルって言ってね、まあただそうするといい町にはならないね、ならないですね、うん、短期系もまずリャンワンイスワンもちょっと薄くなってきてるし、イスワン悪いからな、イスワンもダメですね、うん、ってことでウッパピン振り点ですもんね、うん、じゃあしょうがないんで数層が2枚いるから数層引いてる位置でいいですか、そこで折り合い付けさせていただきます、今日は、うん、ハネモンまではいかないですけどね、はい、闇天、いや無理だろうな、うん、無理ですね、ここで数番3番だとね、うん、なかなかね、みんなの手の内知っててもやりづらいね、ポンだ、そうですね見えてても、まあ、僕らは神目線ですからね、もうこれだって何見えてないからシャーキルしてないでしょ、さすがにね、シャー一切れですね、現状なんかしょんぱいですからね、これさっき見せたばっかりですからね、一曲前で少数詩っぽいやつを2回も入るかよ、ピュンって切っちゃうからで、ナナナナって言われるんだお、三蔵いった、まだ脳天と読んでますか、まあ、想図の本一は多分本線で読んでると思うんですけど、はい、まだイーシャンテン読みですよね、まだ気配も持ってないですもんね、うん、ひとついさん、これなら次マンズ引いた時外すありますね、あ、闇点、うん、あ、この想図が高くなった今ってことですね、うん、はい、想図1枚も余らせない天杯取りたいと思うので、うわー、パーソーパー合わせたか、あ、いっそ、あぶね、切られている、ガリガリに切られている、うん、止めたい気持ちもあるが、さあ黒沢は数ピンで考えて、ここ闇点行きたいんだ、うん、まあ E1 がもう全部ないからね、なるほど、両面変化はローワン引きだけですから、うん、まあたださすがにやっぱ少数紙は怖いでしょうからね、うわー、スマン打たれた、うん、スマン打たれた、そっか、少数紙はさすがにやってないですよね、ここで少数紙打つわけにはいかない、2枚目、いやー、げんなりするね、これげんなりする、しかもシャンポン変化の両ピンも今打たれてしまったから、うん、もう変化ドラ、いやー、切るか、いや一応3600か、まあ、まあただシャーも出てこないのは自分の中で分かってるでしょうから、はい、どうせ出てこないんならとりあえず一旦高く受けとこうってのもありますね、まあ数層引いたとかね、そうすると3面ちゃん系もありますもんね、うん、この次の一手を考えれば、まあ、少数紙が少数紙否定されてればね、当然あのシャー短期っていうのは拾える可能性もあるんであれですけどね、うん、これは変化できない、シャアは捨て牌に1枚残り2枚は山にあります、はい、しかも黒沢の関数間は山にありません、はい、しかも難は3枚山なんで、なかなかみんなの目から少数紙否定されないんですよね、ちょっと怖いですよね、これでシャア積もってやられたら、いや今度こそやられたって思いますよね間違いない間違いないです、だってトンとペーポンしててシャア積もって言われたらね、冷やせてますよね、さすがに、うわーっつって、え、嘘でしょ男前が過ぎるっしょこのリーチは、あ、ドラ切る時にちょっと間があったから少数紙ではないでしょってことですか、
いやーにしてもすごいな。いやこれはすごいね。でもいやこれ、数万ってこれ危なくない？あ、ウーピンがあるかやめようと思えば。ただ少数紙だとしたらテンパってないかもしれない、知れなくても怖いよね。怖いですよ。少数紙のイーシャンテンでも怖いよね。これ何持ってきちゃったらもう切りたくないですよ僕、はい、もちろんね、シャアも切りたくない、はい、いやこれシャアが2枚山にある。これシャア掴んでロンって言われたらざわっとするよね。いや本当ですよね。もうやっちまう、あ私のバカって思いたいですよね。もう、うわ、あ一つ一つさんもこれで完全にやめ。いやかなりいい手だったんですが、イースチーソーだ。これはさすがに変えるか、はい、うわ寒い。イースチーソーは意外になさそうなんだよな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、順からだ。じゃあシャーノがあったの。シャーノがあった、うん、二山これ一旦ドラタンキにバリアンパースはフリテン、フリテンだよね。一旦ドラタンキにしとくと上がってたんですよね。あ、この嘘でつまがりですね。あのパーソーでロンだったんですよね。あ、本当だ、はい、ただあのうわー、はい、ただサルちゃんの立場からいくと当然何が見えてないので、はい、あのシャアを切って少数字じゃないのを教えるのが嫌だったんでしょうね。うん、プレッシャーはかけておきたいっていうのがあったと思うんで。これはきついな。しかしイースチーソー順からなんだね。順からですね。1から数えたら12までたどり着いちゃいました。うわぁ、きついわこれ。え、打つ牌ないと数万危ないよ。つもぎりを見てればね。はい、これ数万危ない、打つ牌がない場合は。まあ、先ほど一つ井さんも三蔵をしたんですけど、あれは猿川さんに手出し書いてないのを確認してたので、はい、切れたんですが、同じ理由でいくと、この黒沢さんがずっとね、でもチーマンの方行くのね。うわー、フリテンのリアンパーソン、もう頭痛い。これは無理、きつすぎるわ。いろいろありましたね。試練の高さね。こんなの無理っしょ。リアンパーソンはいっぱいあったんですね。頭茹で上がっちゃうわ。うわぁ、黒沢のこのカンスーマンのリーチ。さっきはリーチがなくてもイースチーソーを変えましたかね。さすがに変えたと思います。はい。はい。いや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 。テンパイです。収入はあったんですが、なんかそれ以上に心を持ってかれそうな、そんな一曲、うん。実際見えちゃってるもんね。なんかこっちなら上がってた、こっちなら上がってたっていうのはね。はい。うん、ただシャータン切って買いづらいんですよね、やっぱね。もうプレッシャーのかかり度合いが違いすぎるもんね、他の3人の。そうですね、そうですね。あれ見せないことによって相手の手配制限して、はい、見せた途端に全員攻めてくるパターンもありますからね。ありますからね。いや、ただ関数マンでリーチいけるのはすごいな。本当ですね。やっぱあのドラ切りにちょっと間があったからしかとしか思えないですもんね。またなんか聞きましたよ。おそらくそれだけですね。それ以外の変化なかったですもんね。うん、さあドラロースをスプラッシャー789が見える。一つい。これも悪くない、はい。今の状況って状況によってはね、ハクとハツ泣いてるところに一応持ってないけどリーチ行くのに似てますからね、状況的にはね。またぶつかるぞ、サルカーと黒沢が。虎のカンちゃんですか。はい。ぶつかりそうだ、すでにイシャンテは黒沢。いやー、けどサルカーさんもこれだけチャンスで入ってて上がれないともどかしいですね。そうですね、またチャンスですよ。これシャーどうしますか。1枚目泣くんじゃないですか。動かず、今度は動かず、ついに反省した。流派は泣きますね、漫画ありますもんね。泣かないんだ。どうせ泣く手になりそうですからね。なりそうですね。もう意地を張るのはここまでだと。
まあ、ただ残球は不服ってことなんでしょうね。まあ、ただ2枚目はな動くんでしょうけどね。はい、キャキャキューシャンテン、そうか、まあ、ドラローソンになってきたら、ね、7700以上ありそうなので、僕はこれシャア泣いちゃうな。トンは自家製トン切りありそう、いやトン切りありそうですね。ああ言うたな、言うたな。さすがに3ピン切った時にトン切らなかったですからね。ああフラッシュプロはさばきに行かなかったね。ああチーピンチーか、ほとんど舞台上がってないですよフラッシュさん。これはただ勝負手として決めたいっていうことですよね。うーん、まだあと1回親番残ってますけど、かわしには行かず、行かなかったですね。チーしちゃえばなんか結構上がれそうな感じしますけどね。ローマンってなんで現物か、猿川さんの現物なんですね。ちょっと受けてるんですかね。いやーやるパーピンだ。こうなるとね、捨て牌が超強いですね、黒沢さんのリアムパーピン。本当だ。こっから行くの、フルちゃん。リアンメンペンちゃん、七八九イシャンテン。うわまだ脳天だ。いやリアムパーピン強いぞ。さすがにリアムパーピン強いですね。うわ二種類いけねえか。ドラマありませんもんね。うん、まあただここでやめればレアンパーピンも打たなくて済みますからね。確かに。これパーマン9万パーマンあたりいくか。これいった。レアンパーピン間違いよすぎるんで、これどれつかんでもダメですね。いやこれちょっと危ないな、なんか。チーマンよりはレアンパーピンの方がよっぽど切りやすいもんね。そうですね。危ない。まあ、ウーパーピンは。止まるかもしれないですね。天敗いつ地層あす地層にした安全の勝手。なるほど。すぐ答えが出る。まあけどこれはしょうがないんじゃないですか。ここのリーチに対して嘘はなかなか切れないですよ。いやそしたらこれリアンパーピン掴みますよね。これまあですか。そうですよ。これはチャンスはないよ。何回もただイーソー1枚だけ、まあ確かに枚数的にね、イーソー2枚あったな。シーソー1枚流れた。うわーきついドラ。もう目つぶって3層か。いやウーソー切らないでしょ、さっきウーソー切ってらがってるんだからね。現物待ちにはしない。うん、できないですよね。シーソーかと思ったら違うんですね。僕もびっくりしました。シーソーないもんね。もうないです。裾が1枚。リアンパーピンはもう数えるのやめときましょう。嘘はでも切りづらいね。ドラ表示牌なくなった。うほう。じゃああとはリアンパーピン、リアンパーピン待ちですね。そういうことですね。もうこれは火を見るより明らかな結果と言っていい。黒沢のつも上がり、リーズもドラ1、2000は2200オール。うわー、さあこの卓上にはかなり、もうなんかちょっと寒い空気流れてますよね。これ結構怖いんじゃないかな。もうひとちさんはまあそんなに慌ててる感じはしないですけど、はい、フラッサーはやっぱトンバで展望を失ってからはもう相当ガチガチに守ってますし、猿川さんがね、まあ、もちろん自分のトータルポイントもあって、はい、さらに手も入ってるのでぶつけてるんですけど、うまくこう上がりきれてないというか、はい、守りと攻撃のバランスが本当に難しいですね。フラッシュプロもね、あの最初仕掛けで失敗しちゃってるから、のチーピンチーしづらかったんだろうね。まあ、多分いくらでも上がってるもんね。そうですね。いやさらに黒沢の連チャンだ。これはまずいぞ。ドラは9万、はい、いやこれも一ついプロも浮きすら危なくなってきたもんね。いや一ついの浮きがなくなるのはさすがにやってないですよ、ね、あの急走積もってね。はい、お一瞬見ました今。一ついさんで自敗しかなかった。いやそんなことないですけど、自敗がいっぱいあった。ほんとだ。なんだこれ。ポン？それはいいね。せず、これです。え、飛んだかない。あ、ナンバか。白ペイ発が重なるかどうか。うん。発が打たれた。何は？
何が2枚まだ、あ、何がまだ3枚ある。チュン、シャー、リャンピン。追走チートイツですか。本当ですよ。追走チートイツまで最高級ありますけど、だいたい名本チートイツに収まっちゃうんですね。リャンピンとチートイツしなきゃいけないからね。さすがにハネマンテンパイを崩すっていうのは、確かに。相当なプレーですね。フラッシュは形が良くなってきている。いや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 、自敗を聞きたい。シャーチュントンか。あ、リャンピンなくなった。まあけど出るってもおかしくない手配ですね。今回手形がいいのは古橋さんですか。いやでもここもかなり狭く受けますね。うん、形ある程度絞って。そうですね、数ピンぐらい残しても良さそうですけどね。得意の鎮痛まであるかもしれないし、なるほど、スッチピンの受け入れ自体がかなり減りますからね。例えばこういう牌も、うん、そうですね、こうなるといろんな手役が見えてくるので、うん、ちょっと受けすぎちゃってますね、フラッシュさん、うん、心配です。まあただ逆に言うとね、ああいうウーピンとかを持ってきて手を広げざるを得なくなるのが嫌だったんでしょうね、うん、きっとね。あれウーピン引いたら広げざるを得ないですもんね。そうですね、うん、そのために残すわけですからね。そうですね、最前線ではちょっと戦えないということか、うん、この曲は随分我慢する方を選んでますね、このハンちゃん。さあ、テンパイだ、ペンチーソー。ただ直前で処理されてる。しっかりしてますね。しっかりしてる。あと1枚しかないのかな。ギリギリで間に合わせてきた黒沢。一つい何も来ない。変わんないですね。我慢かな。ペー食い取られた。これ痛くないですか、ペー。めちゃくちゃ痛い気がする。うん、まあしょうがないですね。泣きますからね、コンパはね。これは持ってないな。切る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 の？何倍1ですよ。うん、ヘイバー2枚で。あ、危なく、危なくなったんじゃないこれ。あ、これは危ないわ。あ、切らない方を選ぶ。カンパスのはいいと。あ、そっかそっか。あ、まあ自分でチーズを 早めに切るからか。しかも今パーピンが通ったんで、うん、789に当たるパイを打たなくて済むってことですね。なるほど、ピンチやっていくとね、チーズキュースだと当たる可能性がありますからね、はい、まあまさにその通りですからね、うん、ペンチーソーですから。メホンチーといいシャンテン、ここでペイですね、うん、なるほど。すそはないですよね。数万ですか。やっと1枚引きましたか。うーん、ローピンは通って3ピンも通ってるんですね。3ピンローピンともに。白はションパイ、親の現物も残したいところではあると。どっちも現物ですね、ローピン、サンピンは、うん、まあ、なのでチーピンも行きたい気持ちはあるんでしょうね。チーピンちょっとサルカに危ないですね。そうですね、はい、うん、そこのバランスですよね。親を見るかサルカさんを見るかみたいな、うん、まあ、おそらくパーピンローピンと外してるのでチーピンは、うん、まあちょっとちょっと危険度は下がるかなぐらいですけどね、うん、あ、フラッシュプラもやめそうだね。ドラも切れない、白も切れない、かなり押し込まれてますね、これは。スーピンぐらいね、パーンと切れるんですけどね、ここ止まるってことはやめるでしょうね。押し込まれている、これは相当苦しそうだ。ちょっともう気持ちがだいぶ沈んじゃってますね。うん、となるとやはり黒沢だけが元気か。これでまたチーソーがやや危なくはなっているが、うん、ただ白2枚いるからまだ1テーブルチャンスはあるんだね。ーチーソーは1枚あるのかなと、うん、1、2、3、そうですね、3ピンもありますからね。何2枚重ねるか、1つ、うん、うわこれはダメだ先か。けどこれ打たない、うん、打たないですね、うん、打たなさそう。3ピン切りますか。3ピン、3ピン通ってますもんね、うん、黒沢切ってからは、うん、そうですね、はい、まあチーピン切りはないですよね、うん、
で白を引いてしまえば多いってことですか。どっち切るかな。さすがに急走ですか。うん、けど上がりを取るなら急走の方が山にはいそうですけどね。カンパーソーでリーチ。あーただ小さい現物だね。転廃したら危ない。これはさすがに止めれねえわ。チーソー打つでしょ。チーピンだって通らないんですもんね、うん、何しろ、うん、これはしょうがないかな。うわ、チーピンを切る理由がどこにもないですよね。これ原点割ったんじゃない。割りましたね。3色ドライチ、2000は2900。なるほど。いやこの3回戦は黒沢のために行われてるハンチャンか。まあ、エネルギー使ってなかったですからね、親のまでね。そう、子供の喧嘩を崖の上から見せたわけですからね、おーおー元気だなと。そこは庶民って言わなかったんですよね。それちょっとまずいかなと思ってさあ何の4曲。3回戦はオーラスを迎えます。ドラはウーピン。お、逆にね、あのフラッシュプロはここまで我慢ずっとしてきたわけですから、はい、ここは一気に来るでしょうね。うん、白髪統一動けば早そうただ他の3人もここは後のないフラッシュさん、うん、来るでしょっていうふうにね、思ってるでしょうし、猿川さんはね、2000点打ったら沈みますし、一つ下の1000点上がれば浮くので、はい、まあ、展望状況的にはほぼ連チャンできにくい、局面は早いっていうことですよね。みんな安い手で上がりが大切な場面になってくるので、うん、まあそれでもパーマンから行くんですからね、大したもんですね、うん、そういう状況加味しても、まあ、間違いなくシャーから聞いてます僕。俺をペイからだな一緒やって大丈夫ですよ、セレブさん泣かないですから泣くのサラちゃんだから大丈夫、シャキとかないと。一つ言はここはちょっと1000点こだわりたいですね。うん、あー動いて1枚目からいきましたか。さすがにちょっとスピード上げていかないとお話にならないと。サルカはドラドラチュン重なった。これ大きいな。セレブの食い三色とか見てみたいけど、まあ泣かないんだろうなこの展望で絶対しないと思います一度でいいから見てみたいあの 仮に一つ井さんのところに座ってて3枚目でようやくチーするかなぐらいじゃないですか、うん、まあ、僕は多分1枚目から泣くとは思いますけど、うん、下茶の親のフラッシュが仕掛けていますから、ここはちょっと警戒もしていきたいところかなと。酸素泣かない。今合わせ打ちで、ああそうですね。ドラウピン。ゴロチになれば仕掛けけど仕掛けないってことですか。うわー絶好のチーマンだ。いいシャンテン。形は決めずにシャー。チーピン、あ、これはサルカの惜しいチーピンが山からなくなる。バッキューピンは外してきそうですけどね。うわこれは理想的だ。ペンチーピン、ダイレクトなインシャンテを残すとドラ表ですよね。そうですね。先手上がりたい手順ではなさそうですね。いやとこれ上手になった。ウーピン来ちゃってもいいですよね、うんうん、これでウーピンとスッチそのくっつきですか。リーチ前提ですね今のところは。そうですね、どちらにしろウワンコになった時点でピンフつかないので、うん、ドラ打っちゃう手も全然あったんですけど、うん、まあ、E ピン2枚切れだったらそんなにスーピンにも良くないのかな。フラッシュプロ、ローソンも泣かなかったですから、まだ若干ですけど、うん、ピンズの目も残してるところかな、うん、ウーピンあたり引いてきてと、うん、なにこれな、リアンピン残したかったわ。これ勝負手になりましたね、むしろ。いや、これはもうスーピン、ウーピンでリーチ行くしかないですよね。リーチ行きますね、うん、ウーピンが1枚、リアンピン残したかった、ね、うわすぐ掴んだ、これ危ないな。猿川さんはどうやっても補充ですね。そうですね、チュンで回れない限りは補充になる。お、うわースーピン危ねえ。スーピン危ないですね。ウーピン相当くっつかないですからね。ピンズ下は3ピンウーピンがほとんどない。それより先に猿川さんが転廃するか、もしくはバニチュンが放たれるか。いやでもフラッシュこれ5面待ちが入っちゃったらスーピン待ちですよ。もう5面待ち、
サブローソーロッキューピンパーピン、あーそうですけど重なりもないですか。うわ打ったわ、さすがに打った。どう打っても打ちますね、うん、チュン切れただけ回避、リーチになるがこの数ピンが当たる上がりは一つい、リーチドラ12600、何の3曲ではサルカ上がりが上がり、何の4曲は一ついが上がり、結果からすると一ついが浮きを確保しました。さあ4回戦が終了しました。4回戦は来ました、トップから黒沢、続いて一つい、サルカは古橋の並びで終了しました。続いて4回戦です。